キータです。さあ、台風が来てから、2日経ちました。2日目の、終わりですね。で、いろいろと、まあ、動画を、今日も1日撮ってきたんですが、まあ、朝、お伝えした通り、本ハムですね、ワンポアって呼ばれてる区域なんですけど、まあビルがすごいことになってたので、そこの動画もちょっと撮ってきたので、共有していきたいと思います。でまた、うちの妻が、そうですね、今日出社して、で、その出社の途中、いろいろとこうやっぱあっち側の方、島側の方の山の上の方なので、そちらの方の、状況も、動画に収めていきたいと思います。どうぞご覧ください。轉頭走，因為你即刻靜啦，叫人放假啫嘛。やっぱ天井のガラスも割れてますね。ね、割れてないじゃん、ほとんどないじゃん。上の方が。このビルはもともとこうなのかな。なんか台風のせいじゃないような気がする。さあ、どうだったでしょうか。やっぱりすごいですよね。今回の台風本当にすごかったと思います。多分私が香港に住んで、私香港38年住んでるんですが、こんなにすごい台風を見たのは初めてでした。そうですね、これでまあ台風自体はもう、完全にこちらからは過ぎ去ってしまって、またちょっと別のところで猛威を振るってるのかと思いますが、そちらの方でも皆さんの安全が確保できるようにお祈りしております。台風の件は、まあ、引き続きこうして、毎日2回はちょっと厳しいので、夜まとめて、アップロードしていく形を今後も取っていこうと思います。まあ、完全復帰までは、完全復帰っていうか、まあ、私の目に入らなくなるまでは、この更新をやっていこうと思うので、もしよろしければチャンネル登録と通知を押していただいて、フォローしていただけると嬉しいです。また何かこうリクエスト、ここ行ってみてここどうなってるのとかありましたら、コメント欄に載せていただければ、週末、時間を作って見て回ってきてみ、見てこようと思います。ぜひコメントいただけると嬉しいです。